全部楽しいな。ダダン、ジグピース赤星に引く100の質問、後半戦いきます。好きな YouTuber は、あ、でも里崎チャンネルは見てます、野球の、とか、あと一人旅電車で行こうとしながら割と電車のことを YouTube で調べてて、スーツコーツさんっていう多分年齢俺らと近い人なんやけどの YouTube はすごく面白い。電車って面白いんやなってなってる。最近ハマってることは、夜散歩。ヒップホップ以外で習いたいジャンルはない。その理由は、できなさそう。怖い。踊るときに気をつけていることは、緊張しないよ。いや緊張するけどね。気をつけてること、キッズダンサーかよ。あ、ちゃんとサスの真ん中に入る。ああ、もう舞台の話ですね。いや、もうあんまりだって照明関係使わんステージ踊ること減ったもんね。クラブイベントの時はお客さんのイエーイとかウーが聞こえないように意識してる。変な人です。気が散るから。好きなブランドは、ないない。これはもう後輩がデザイン、後輩のデザインを好きにしたやつだし、結構なんか後輩とか友達が作った服を買ってきたりとか、 XDYO とかはよく買ってる、東京のブランド。好きな男性芸能人は、俳優でもいい。何でもいい。堺雅人。堺雅人。草刈正雄。あ、これ真田丸子みたいなと思う。そう、あと好きな女性芸能人は、役柄関係なく好きだわ、杉咲花。はいはい。似てると言われる芸能人は、アルバイトしてた頃によくおばちゃんに、あんた阪神タイガースの藤浪君に似とるわって言われたことはある。なるほど。これ多分藤浪さんがこう横にポンって出てますね。そう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 。告白したい派、されたい派。時と場合によるケースバイケース。かっけえ。モユルでアイウェイを作文を作ってください。赤星です。おう、言っておくが、おう、うるさすぎるのは苦手。はい。映画は得意ではない。おう、怒らすと怖い。だいぶやばいっす。だいぶやばいっす。結婚願望はあるよ、そりゃ。あるよ。あるよ。何歳で結婚したい？でも26、7、8、9くらい。子供は何人欲しい？一人二人で。一人二人。一人。トイレは一日何回行く？知るか、そんなもん。時と場合によるわ。質問大きい。神さんは信じる？信じる。サンタさんは信じる？信じる。信じるんよ。好きな異性のタイプは？ねえよ、そんな。何フェチ？特にねえ。お風呂でどこから洗う？頭。なるほど。今何問目？72。で、71です。惜しい！でも俺の感覚やばない？口癖は？何？逆に何？みたいな感じ。最初に話す。言ってる？うん。異性のキュンとする仕草は、そんな普段キュンとせえへん。皆さんキュンとさせてあげてください。お願いします。ああ、こういうなんで村人みたいなやつはキュンってするんやろなって思うことは多々あるけど、めちゃめちゃ悪口やん。まあ、村人いないからけどな。俺がちょっと理性中央ってところでおやつをやってる時に、まあ、毎週そこのローソンに行くんやけど、そこに同い年くらいのちょっと女の子、俺が初めて二世中央行き出した頃は、まあ、初心者マークつけてたり、はいはい、でも俺がその二世中央での任期を終えて辞める最後の日にはもうリーダーにまで昇格してたので、その俺レッスンのりからのこの水のペットボトル持って行って、ちょっと帰り1時間くらいかかるから電車で、いつもパンとか買って帰るんやけど、その時にその女の子が、別に大してお互い名前知って喋るような中でもないんやけど、もう2年くらいお互い顔を合わせてるみたいな、の同い年くらいの子が、あ、よろしければコミックお預かりしますよ、お疲れ様です。おお、なんや、なんかええやつやん、お前みたいな。誰目線。お前ええやつやん。でもそれは確かにすごいな。ちょっとうるさいから水までいいし。一番やってるアプリは、聞く？そんなん、それ何や、プレイクスピリッツエース。ジグピースの由来は、
知らん。村人に聞いて。なんか、ネット起きたら決まってる。YouTube でやってみたい企画は24時間村人をずっと騙し続ける。行くやろ。この前ので十分やろ。自分の好きな部位を叫んで。はぁ小指。小指癖がすごいんじゃん。そんな好きちゃうけど。小指って。おもんなおもんな、早くして。今会いたい人は。あ、おるよ。え、おるよじゃなくて誰よ。え、え、おる。うん、だから誰。今会いたい人は、俺、小学生の時に好きやった女の子がおって。おぉ。でも、なんかちょっといじめっ子みたいなやつがおって、はい、で俺はそいつすげえ仲があるみたいな。で、うん、そいつの、まあ、ちょっと端折って言うと、その子のいたずらのせいでなんか好きって言い切れんままその子は広島に帰っちゃったの。その子に会いたいなってちょっと思ってる。好きな言葉は。好きな言葉、いたずら。いたずら。魔法が一つ使えるなら。使わん。え、使えても使わん。新しい。もし100万円もらえるなら。とりあえず温泉行ってから考える。いやいや、考えてくれ今。とりあえず温泉行ってから考える。今ちょっと10年後何してる。多分大阪に帰ってきてるんじゃない。ズバリ聞きます、マザコンですか。 No No。 今会いたい有名人は。峰本隆夫さんです。いや、会いたい人いっぱいあるけど、峰本隆夫さんっていうのは東京で、うん、東京かな、ハンドパンっていうのが演奏されてる人で、うん、俺一回その人なんかのきっかけで知って、うん、その人の楽曲を聴いて、うん、すごいドハマりしたのがあって、D っていうアルバムやねんけど、はい、その中のノスタルジアっていう曲がすごい俺ハマって、うん、一回発表会の自分のクラスで使ったり、でそれがきっかけでインスタグラムで見つけてくれはって、フォローしてくださって、ちょこっとなんか一時 DM とかしたりして、お互い今も繋がってるっていう。なるほど。そういうきっかけで今のジャンルに発展してきた。だからほんまに今のジャンル、俺の踊り方が今みたい、今の感じになってくるきっかけの作品。なるほど。芸能人で生、ブルバラの芸能人を生で見かけたことがありますか。だから綾瀬はるかさんに会いました。なるほど。自慢できるから。これ今何でもしていいと言われたら何をする。寝る。どうぞ。俺何でもしていいよって言われて何でもするお前とは違うね。はい、次の質問いけ。誰が見んねんこの YouTube。 今日起きて初めに何をした。あ、納豆ご飯食べた。なるほど。弱点ってある。あるよ。何、なんで弱点言おうか。いえいえ、そういう質問やけど絶対教えん。誕生日サプライズされたい。俺な、サプライズ見破るタイプやね。見破らんかったらじゃあしたい、されたい。見破れんサプライズをしてほしい。なるほど。あ、一回だけ見破れんサプライズされた。ハードルが高い。最近ハマっているベーシックを踊って。はねえよ。もうやりたくない YouTube の企画は。あの、オンラインドッキリ。ああ。編集しんどい。なぜ髪の毛伸ばしてるの。それは訳ありやん。次にしたい髪型は。無人島に一つ持っていくなら。カメラ。最近覚えた言葉は。最近覚えた言葉は、うん、カイロス。え、カイロス。時の流れにおいて重要なポイントの時間のことをカイロス。天の声、村人を一言で表すなら。めっちゃ汚い言葉でしたね。お前最低か。一言で表すなら、うん、ガキ。今一番感謝を伝えたい人は。みんな。みんなに一言。ありがとう。これから頑張っていきたいことは。生きること。いつも見てくださる視聴者に最後に一言。あるよ。どうぞ、お願いします。あるよ。もっと見ろ。そっち。どう見ろ。そっち。1日1回じゃ旅しんてな。知ってる。いや、ほんまにね、あのもうね、つとかはね、カメラの前で騒いでるだけでいいんよ。簡単に言うとね、7日間ある1日頑張ればいいね。7日間あるうちの6日間ぼっと見てください。はい、ということで100の質問終了です。カン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 。ぜひチャンネル登録をして。
してください。で、僕が出てるからグッドボタン押してください。村人が出てる時は低評価でいいんで。それでは皆さん、本日も動画のご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバー